よし。あ、結構荒れてるけど、ファンキーとか開いてる。ダメか。ダメか。無理か。ああ無理だ。ああ無理だ。無理か。じゃあ6号機アイムにしましょうか。これにしよっか。よし。アイムにします。よし。お願いします。あ、ガリスリー開いてた。直行。まあここしかもう開いてないですね。狙い台としては狙い台というか狙い機種で開いてたのはここしかないので、ここから始めたいと思います。あ、ファンタシスターオンライン2開いてる。よし。リセットだね。ユリカナピケいてますね。大丈夫ですよね。ファンキーで毎着ファンキーあたりをねやっぱ取りたかったんですけど、ちょうど僕の目の前で最後のファンキーが取られました。で前回来た時はここがね5号ジャグラーだったんですよね。5号ジャグ2かなだったんですけど、それがなくなって6号機アイムになってるような感じですかね。毎着ファンキージャグラーが早い番号で埋まって、その後にまあ、6号機アイブが埋まってって感じですかね。で最後に5号機アイブが埋まってる感じですね。てかめちゃくちゃこい持ちが悪い、やばい。3000円で69ゲームしか回ってないですよって。色6回しか揃ってない、まあ、アイムなんで6以外はねブドウ確率はそれは変わらないと思うんですけど、変わらないんでしょうけど。じゃあ早速打ち出していきたいと思います。まあ今日エンジェル5さんで収録2回目なんですけど、まあ大体2ヶ月間ぐらいお店の情報を調べてるんですけど、なんかね戸田さんが SNS 上でちょっと気になる投稿を見かけて、なんか僕はこうやって立ち回ってますみたいな、エンジェル本店さんでみたいなっていう気になるちょっとね投稿があったんでちょっと紹介したいんですけど、なんかデータランプの下になんかチェック日っていうものがあるんですよ。まあ僕の今この台だとなんか4月15日って書いてあるんですけど、なんかこの日付がなんかどうやらまあ回転数がすごい回ってる日だったりとか、出玉が出てる日だったり、こうスランプがあるがいい日だったりとか、まあ何かそういう気になる点がねある日を指しているらしいんです。でなんかねこのチェック日から日付がねこう離れてれば離れてるほど、まあ、高設定が入る可能性が高いんじゃないかというふうに僕は立ち回ってますというようなツイートがありまして、ちょっと今日はそれも参考にしてみようかなと思って動いてます。で朝バジ3を実は抑えたんですよ。まあ、ジャグラーシリーズの他に、まあ、バジリスク3も結構使われてる人が長かったので、座ってチェック日を確認したら6月5日ってなってて、6月5日って9000枚ニューデルやったんですね。って考えると、まあ、2台設置でちょっとキンキンでねそういうチェック日があるってことだったんで、まあ、ちょっと直感的にそこは避けてみました。はい、単独レギュラーですね。254ゲーム投資7000円。そうで僕が押さえたマイスリーが9000枚出てた日のやつで6月5日って書いてあって、あーなるほどね。その隣が多分入ってない、今月入ってないからだから開いてたのかなと思ってちょっとビビってこっちにしました。あーなるほどなるほど。これチェックがあるんですよ、チェック日みたいな。 SNS とかを見ててもなんかそういう風な聞き方をしてる人いるんですよ、そのチェックをこう常連さん見るみたいな。まあ参考程度のことだとは思いますので、まああくまでね、まあ、自分がこの2ヶ月間集めたちょっと情報データを元に立ち回ってみたいなと思います。まあジャグラーシリーズに各種あるんじゃないかっていうことであったり、まあ確率に、まあ、5、6があるんじゃないかで、たまに前代系もあるんじゃないのっていうような、まあ、情報を、まあ、元に、まあ、基本的には今日も立ち回っていこうかなと思います。ただもうほぼフル稼働です。バラエティーコーナーも含めて、まあ、エイクさんいる AT 機、AT、ART 機があるところのバラエティーコーナーは若干、まあ、機台がありますけど、そこを除いて
フル稼働。難しいですよね。じゃあまあ普段に近いようなね考えで動きたいですけど、動きたいけど持ちコインで当たったら動きたいけど63。当たりました。持ちコインです。お、レッカベルカベルカ、お、これはね当たってほしいよ。あ、2回ですからね。よし、ありがとう、当たりました。207ゲーム投資が8000円でございます。さあ狙って、ここで逆回転すれば、まあ、ビッグボーナスですね。よし、ありがとう。まあ、この台おそらく取り切ったらやめます。でこの後のねプランなんですけど、正直明確に次はこれに行こうっていうのは決まってません。なので、まあ、あくまでほぼ待ちになるかなと思ってます。まあ、よっぽどこう状況が手堅くなってそうな機種で掘れそうなところあれば掘ってみる。まあ、基本的にはもうジャグラーシリーズ行けなかった時点で厳しい戦いだと思ってるので、僕の中では。なのでまあ守りの方に入る感じですね。そういう感じ、まあ、6もある日も、おう、もちろんテンパイ落ちたね。67ビッグですね。67ゲーム。もうちょいブドウ上がってきてほしいかな。やっぱ左の方は、おお、早い。4ゲーム。左ドライの方は、まあ、当たってるのか、左が。なんですけれども、それでもなんかやっぱちょっと気になるんでしょうね。いろいろ周りを見に行ってますね。低設定でも当たる設計なんですよ、この台は。でもやっぱりな、まあ、その時の状況によって、まあ、その政策をその中で、ね、軸にする部分が、まあ、変わることは当然なんですけど、まあ、この目の前の台の数値だけで考えるというか、まあ、この数値に振り回されなくちゃいけないような、今日みたいな条件の時はボーナスは当たってくれるのはありがたいけどね、まあ、どっちかというとブドウですかね。それで考えると、まあ、それがでも1から5だったら変わらないんで、まあ、ちょっと他の店内の様子を見回りに行きます。まあ、やっぱバラエティーコーナーのノーマルは推測してる人多いっすね。まあ、多いからもうこれは空いたら触らない方がいい気がします。なんかレベルが高いんで。あら、バジ3は多分僕が朝押さえた台が右にいた人が座ってる気がする。今ちょっとパッと見女の人の連れっぽい形だったんで、なんか今日はあれっすね、こっちの島もなんか水族してる人多いっすよね。前来た時はなんか結構鏡とかサラバン2とかはちょっとまあ一対一ですけど、ちょっと死に島というか誰も掘らないようなあれだったのに、今日はなんかほぼフル稼働してるんでちょっとびっくりしました。お、終わったね。右の段も一応レギュラーは引けてる感じ。まあ言うて600ゲームですから、またビッグ当たりましたね。180ゲーム。ビッグ今テンパイを押しました、ね、ビッグ確定目とかじゃないです。180ゲーム。レギュラー当たんないですね。まあ、チェリー重複ゼロだな、全部単独だったって。
出玉的には助けられてますけど、って言ったら当たりましたね。31位ビッグあ、A なわ。ああ、今日初めてのチェリー重複。39ゲームですね。またビッグ。すげえな。ビッグはめちゃくちゃ当たる。まあ、僕のこの後の流れとしては、もう僕のイメージというのはもうこの2列かな。バラエティが唯一後積もする可能性があるんじゃないかなと思います。というのもここの島が一番の客付きがまだ少ないんです。で、まあ見づらい機種ではありますよね。やっぱ単品なんで全部確率にあると思ってるんですけど、各列ね14台設置なんです。これをねまだ空いてるからって座るじゃないですか。それって14分の1なんですよ。確率にすると 7% なんですね。 7% の確率で、まあ、5、6積もってるかもって正直全然美味しくないんで、それだったらその確率 7% 最低でも 7% がどんどん1個ずつ消えていくと確率が上がっていくじゃないですか。それがある程度現実的なところに達したときにじゃあやるかぐらいな感じでいいと思うんです。チャンスを待つだけなんで、いつも通りちょっと戦場狙いにまだ今は徹して時が来るまで待ちたいなと思います。はい、ファンキーも今かっ飛ばしてる系はないかな。当たってる台が目立つなって思うのが5号機アイブです恨めってんじゃないこれ。チェリーバケ、今日本日初のチェリーバケ。なんだレギュラー引けてきたぞ。はい、で今ね現時点で、ゲーム数何本めっちゃ当たってんのこれ。823ゲーム回しててビッグ6回のレギュラー3回ですね。あ、なんかそこそこだなそこそこかっこいい感じになってますよ。なので、まあ、レギュラー自体は引けてなかったけど、まあ、今274分の1とかで引けてます。あ、まあまあ全然ありそう。まだまだ可能性は。で823でブドウ142回。え、ちょっと待って、ゴリゴリじゃねえかよ。 5.7 まで上がってるわ。ブドウ背中を押されてる気がする。だこういう風になってくれないと多分でも今日状況的にはきついですね。さあということで、はい、シャープ8前半戦終了でございます。前回に引き続きオープニングなしで。そうですね、はい、中締め、はい、まあ、今日の振り返、あの前半の振り返りというよりかは前回僕が打ってた台とか、あ、はいはいはい、その辺がどうなったかっていうのも一応お伝えしておかなくちゃいけないなと思ったんですけど、戸田さんの台は最終的に、はい、まあ、ビッグ18レギュラー37の、合成139分の1かな。139分の1、まあ、ビッグ引けずっていう感じですけどすごいことになってましたね。そうっすね、ね、ちょっとかわいそうだったかな、うん、まあ、どこ狙うかっていう朝ね、うん、スタートとして優先順位的に、まあ、ジャグラーコーナー、まあ、ステーク高めのジャグラーから行ってダメだったら過去使われている実績のある、まあ、バジリスク3とかに行くのがいいんじゃないかみたいな感じで。あ、そうですね、はい、まあ、その流れでエイキさんちょっと番号遅かったので、まあ、バジ3から行ったんですが、うん、ちょっと前々回に入って9000枚ぐらい出てる台だったんで、はい、ちょっとこの番号で取れるのも気持ち悪いかなと、はい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 、と思ったので、はい、まあ、一旦リリースしてで、まあ、リセット狙い終わった後に見に行ったら、はい、まあ、僕の取った台はもうやめてたんで、はい、まあ、結果的には、まあ、打たなくてよかったのかなっていう気はします。ただ一応入ってるっていうとこの読み筋は当たってはいた。まあまあですね、今後その台がどうなっていくかによって、まあそうですね、あれですけども、はい、まあ、うん、その結果次第によっては、まあ、この狙い方は正しいのかもしれない、はい、まあそうね、はい、でちなみになんですけど僕54番で入ったんですよ。54番で入って、アイムしか取れませんジャグラーは。マジでもう結構きつくない結構えぐいっすよ。
まあ、でもほぼまあ9割ぐらいですかね、8割9割の方、ブドウ数えながら打ってるような感じなので、抽選で4分の1くらいは引かないと、じゃあヤグラーには座る権利はないってことですね。そうですね、約200人ぐらいのところで、まあ、50番以内ってやっぱりまあそんなもんか、うん、まあってことは、うん、やっぱ抽選頼みにならない戦略を、まあ、今後模索していくってことがやっぱ大事かなっていう、はい、とりあえず内容的には続けられる内容です。朝ひどかったですけど、あら素晴らしい、だん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 前回に引き続き、アイム王子、アイム王子、俺王子でいいのかい何どっから出たのその王子っていうチョイスはもうほらディレクター首振っちゃってるよもう顔が赤くなっちゃってるちょっとミスったちょっとミスったあの全体的にというか僕言ってる6文字アイム読んであるんですけど、なんかみんな当たり始めてます。あれもしかしてじゃあ前代系もワンチャン、まあ可能性はったら前代系があるのかないのかも正直わかんないんで、あんまり期待しすぎて、期待しすぎてはないですけど、まあ6号ゲームなんで手設定でもまあまあ当たるんですよ。まあでもここはね楽しみですね。そうですね、はい、なんでまあちょっとここで我々ちょっと昼休憩に行って周りの状況をその後見て、そうですね、僕もまあ戻ってまあ天井狙いとかがあれば消化しつつ、まあ特に今バラエティーコーナーで消去でまあ絞られててここじゃねっていうのがあればやろうかなという、まあ、なければまあ待ちます、そうですね、またね、はい、まあ、とりあえずあとまあ状況を見て、まあ、また次どうなるかちょっとわからないですけど、お店が変わるのか、まあ、ここでやるのかとか、はたまた撮影があるのかないのかわからないけどね、この辺もまだ何も決まってないのであれですけど、まあ、一応でも次来た時に行かせるような感じのなんか情報収集できればなと思いますので、はいはい、後半戦も頑張っていきたいと思います。お願いします。